皆さんこんにちは、大成商事の上竹です。今日私は学園大和町2丁目のバス停にやってきてますが、今日はこの後ろのですねメゾン学園前406号室のご紹介をさせていただきます。でこの物件は階段で4階までちょっと上がらないといけないんですが、バス停のすぐ前にありますのでね、でバスの本数も奈良にしては結構多いですので、まあこれだけあれば十分ねいいと思います。それでは上のお部屋行ってみましょう。こちらです、どうぞ。はい、4階の最上階までやってきました。4階まで階段で上がるというのはちょっとしんどいんですけどね、その分この見晴らしが良くなりますんでね。でこちらは玄関側ですが、特に生駒山が見えてますね。それではお部屋に入りましょうね。はい、玄関です。玄関入りまして、左側が和室になっております。はい、それの反対側、お向かいに洗面所と洗濯機置き場で、その横ドアを開けますとトイレですね。でその反対が浴室となっております。結構広い収納もありますね。でこちらが LDK です。もともとはここに仕切りがあったんですが、それを抜いて大きな LDK に改装されています。はい、でこちら側には作り付けの収納がございますので、結構物が入りそうですね。その横には和室、こちらが和室6畳になっております。収納も一見、結構奥行きも深いですね。天袋もついてます。はい、ベランダに出てきました。遠くの方に山が見えていてね、結構いい見晴らしですよね。はい、こんな感じの LDK が素敵なメゾン学園前406号室なんですが、気になるお値段ですね。はい、気になるお値段は一体いくらでしょう。はい、答えは賃貸条件の方は、下の方を見ていただきたいということですが、大きな LDK が魅力のメゾン学園前406号室のご紹介でした。大成 TV